出かけるのはちょっと待ってくれ。お前らに伝えておきたいことがある。伊藤さんたちは外出してますけど、いいんですか？あと武田さんも。あいつらがいねえからちょうどいいんだよ。何の話なんだ？あんまりいい話じゃなさそうだが。いや、ここにいてくれ。お前も無関係ってわけじゃねえからな。実はな、武田のやつが秘密裏に土佐藩と接触しようとしてるらしい。しかもそれだけじゃなく、薩摩藩邸を訪ねてたって情報もあった。え、薩摩藩邸って？信頼できる筋から得た情報です。昨日俺が尾行をやめた後、薩摩藩邸に向かったというわけだな。はい、長時間話していたようで、門限破りになる直前に屯所へ戻ってこられました。なんで薩摩藩なんだ？あいつ土佐藩と交渉するつもりだったんじゃねえのか？そもそも薩摩藩は幕府寄りじゃなかったか？その辺は俺も詳しくねえんだが。いや、そうとも言い切れねえ。近頃薩摩藩は怪しげな動きを見せてやがってな。長州征伐に薩摩藩が非協力的だったことについては、良くない噂も流れています。まあ、この状況で傍観してるってのは中立でも何でもねえよな。長州征伐を再開し、幕府側が有利になれば、薩摩藩もこちら側につくのではと。幕府側にはそう楽観的な見方をする人も多いと聞きます。薩摩藩も元は尊攘派だしな、今後どうなるかは分からねえ。そういう意味じゃ、どっちつかずの態度を取ってる土佐藩と同じだ。そんな土佐藩やら薩摩藩と関係を持とうとしてる武田さんはどうにも怪しいよな。武田さん、どういうつもりなんだろうな。新選組の情報を漏らして向こうから何か見返りでももらおうとしてんのか？いや、武田にはそこまでの度胸はねえだろう。俺も同じ意見です。おそらく土佐藩の情報を聞き出す、あるいは仲介を頼む目的で薩摩藩に接触したのではと。とはいえ、目が届かねえところでおかしな真似をされても困るからな。みんなでそれとなく武田の様子を探るようにしてくれ。もし不審な行動を取ったら、すぐ俺か山崎に連絡しろ。俺は土佐藩と接触している伊藤さんの動きを主に見張っていますので、人手が足りず難儀しています。どなたかご協力をお願いできればと。そう言われても、俺は見張ったり尾行したりってのは得意じゃねえしな。僕もすぐ気づかれて切り合いになっちゃうよ。俺は巡察が忙しいから無理だな。俺は見張りとか面倒っていうか向いてないと思うぜ。まあそうだろうな。となると斉藤、頼めるか？承知しました。お前ら全員斉藤に協力しろよ。仕事を押し付けてるんだからな。おう、分かってるって。はい、分かりましたよ。お前はいつも通り過ごしててくれ。武田のことを頭の隅にでも置いといてくれりゃいい。お前がいつもと違う行動をして
武田に感づかれると厄介だしな。後のことは我々に任せておくといい。よし、それじゃあ解散だ。くれぐれも武田の奴には気づかれねえようにしろよ。そうだな、武田さんが豚匠出るところを見かけたら、だいたいどれぐらいの時間に出かけたのかを覚えておいてくれると助かる。あと斉藤さんが主に動いてくださっているから、出先でも食べやすいよう握り飯を用意しておくといいかもしれん。くれぐれも武田さんに悟られんようよろしく頼むぞ。雪村か。何用だ。そうか、少し待ってくれ。ああ、いや、中に入って待っていてもらう方がいいか。気にせず中に入ってくれ。少々散らかっているが。わざわざすまぬな。これから刀の手入れを始めようと思っていたところだった。構わぬが、何故だ。見たいと言うなら好きにするといい。眺めていて面白いものだとは思えぬが。一人の方が集中できるのは確かだが、あんたが気にする必要はない。どんな状況でも集中できるようになってこそ一人前の剣客だからな。握り飯を作ってくれたと言っていたな。いくら好物だとて、握り飯の具に豆腐がふさわしくないことは分かっている。本来手入れをするときは目釘を外し、柄から刀身を抜いて行うのだが、今回は簡単な手入れゆえ外さずに行っている。まずはこうして刀身に打ち粉をし、このように刀身から古い油を拭き取るのだ。そしてこれをこのようにして寝たばを起こす。仕上げに油を塗ってしまいだ。
切り合いで刃こぼれした場合、研ぎ師に出すことはあるがな。握り飯の礼だ。今度あんたの刀も見てやろう。礼には及ばぬ。他人の刀の手入れをするのもいい息抜きになる。まあ好きなのは確かだが、こうして自分で手入れをするのは武士として当然だと思っている。己の命を預けるものだからな。隅々まで磨き抜くのは当然だ。いや、普通はあんたがしているぐらいで十分だ。俺の場合は性分でな、手をかけすぎてしまう。こうして手入れをしていると刀と話しているような気になることもある。さすがに自分でもどうかと思う時はあるが。そうか、この刀も喜んでくれているといいのだが。さて、今日はこれぐらいにしておくか。さっきも言ったが、今度はあんたの刀も見てやろう。そろそろ武田さんが巡察から戻る時間か。武田さんの様子を見張っておかねばな。あ、それではな。